札幌中央郵便局では、昨日集荷や配達を担当する社員1人の感染が分かり、職場や配達先などの濃厚接触者を調べるため、昨日午後4時から業務が停止していました。保健所の調査が終わり、集荷や配達に関わる社員のほとんどが濃厚接触者に当たらないことが確認できたため、今日午後2時過ぎから集荷や配達を再開しました。指定の時間に集荷や配達が遅れる利用者に対しては、あらかじめ連絡を取っていたため、指定時間に荷物が届かないなどのクレームはなかったということです。